税 10% の引き上げを菅総理が選挙に勝ったら再びこれを成立させようとするのかどうか、そしてこれは安定した政治のもと、この国を守り抜いてまいります。北朝鮮の脅威に対して外交力を発揮し、国民の平和で幸せな暮らしを守り抜いてまいります。国民ファーストの政治で日本に希望、社会保障、安全保障、さまざまな課題がございます。国民一人一人の皆様方、じゃあこの選挙で私の人生どうなるのと、このことを知りたいと思います。第1回目が1990年、菅内閣といえば危機管理もめちゃくちゃ、